みんなでバスケットボールを盛り上げましょう。オフェンス面では相手のディフェンスよりもボールを一つ体分置いてボールを遠いところに置きながらしっかりとステップするようにしています。今さっき2-3面から2対1っていう場面もの練習もあったんですけど、それ以上にやっぱりディフェンスも増えてオフェンスも選択肢が増えるのですごく難しいなるんですけど、その中で、ガードがどれだけディフェンスをうまく引き寄せて残りの2人のどっちかにうまくパスするっていうところをうまく意識しながらやっています。